べたの？まだ。帰りにあそこちゃんと白玉が食ってる、多分お茶したの食べたいって言ったって秋葉ちゃんが言うから付き合ったの。そしたら美味しかった。そんな量はないんだけど、なんかケーキ食べたらいいの、もたれ気味だから今お腹が。チーズなんとかケーキじゃないね、今甘いもの食べてきたから。でもなんか今ちょっと胃腸が良くないから、胃が あんまり食べる感じがしない気分だね。アトラクションボイシネウォークの体験だ。スマホと専用イヤホンを使えば、あなたは難事件を解き明かす探偵に。映像と音などで臨場感を味わえる体験型アトラクションです。君の筋が正しいことを祈っているよ。私でもワイワイと楽しく解決できるという点では素晴らしいアトラクションだと思います。ワイワイ PR する勝俣さんに。勝俣さん、みんなでワイワイとおっしゃってましたけれども、はい、今こんな状況下の中でみんなでワイワイっていうのはなかなかできないとは思いますが、気持ちの中でワイワイ。今日おばあ、おばあじゃないよ。中国の女優ジェン・シュアンさんは脱税事件をめぐり自身の SNS に謝罪文を投稿しました。冒頭、今私はとても後悔し恥ずかしく思っていますと述べ、財務知識の不足などで税金を納めておらず社会に多大な悪影響を与えましたと謝罪しました。ジェンさんは出演料を別の名目で受け取るなどの手口で脱税したと認定され、日本円でおよそ50億円の罰金など。本物の脱税じゃねえかよ。知っててやってたなどが課せられたほか、過去の出演作品の放送も禁じられています。ウォールストリートジャーナルは29日、北朝鮮がプルトニウムを生産するためのニョンビョンの核施設を先月初旬以降再稼働させたとみられると報じました。記事は IAEA 国際原子力機関の年次報告書を引用する形で書かれていて、ニョンビョンの5メガワットの原子炉について先月初旬以降、冷却水排出など稼働と一致する兆候が見られるとしています。この原子炉は2018年12月から停止していたとみられていますが、北朝鮮は28日にも抑止力のみが平和と安全保障の武器と題した論評を出し、核ミサイル開発の推進を改めて強調しています。東日本入国管理センターによりますと、警備を委託している民間会社の男性警備員は27日、
男性収容者に運動の時間中に貸し出したサッカーボールの行方について嘘をつかれたことから男性収容者の首を腕で絞めたということです。男性収容者は病院で全治2週間の頸椎捻挫と診断されました。男性警備員は冗談のつもりでやったと話しています。東日本入国管理センターは警備会社に対し厳重に再発防止を求めるとしています。残念でした。でもすごくよく頑張っていたんですごく感動しました。日本代表は地元ロシアに2対5で敗れましたが、会場には多くの日本人ファンも詰めかけました。ここモスクワでは新型コロナウイルスの感染者数も減少傾向にあり、規制もほとんどないということで、今あちらの会場ではほぼ満席の状態で観客が試合の行方を見守っています。ロシア政府の発表によりますと、モスクワ市の新型コロナウイルスの感染者数は1日1500人ほどで減少傾向となっています。29日午後3時台の都内の人出は、今回の緊急事態宣言が出る直前の先月11日の日曜日と比べて、渋谷駅で 24.9%、 新宿駅で 26.1%、 銀座で 20.7% それぞれ減りました。午後8時台の繁華街では渋谷センター街で 18.4% 減りましたが、新宿歌舞伎町は 1.1% 増えています。専門家らで作る政府の分科会は東京の人出について今回の宣言の直前より5割減らすよう求めています。海で活動する海女さんにもコロナ禍の影響が及んでいます。アワビの価格が下落し、後継者問題も深刻になっているといいます。気がついたらなんかハマってしまって平野佳乃さん49歳、生まれ育った千葉県白浜町で海女さんになって12年になります。きっかけは親戚に誘われたことでした。海興味があるんだったら、好きだったらちょっと雨乞い来てみなみたいな感じのノリで、じゃあちょっと行ってみようかななんて思ったら、なんかあれよあれよという気に。海底まで一気に潜り、岩場に潜むアワビを探します。と、その時平野さんがアワビを発見しました。わかりますか？なんと岩にしか見えないこの塊がそうなんです。アワビが身を固くする前に一瞬で剥がします。これぞ熟練の技。実は近年、南房総の海ではある異変が。アワビが少ない。数が少ない。はっきりしたことは分かっていませんが、温暖化などで海の中の環境が変化したと推測されています。およそ2時間潜り続けた平野さん、この日とれたアワビは12個。以前は1日100個ほど取れることもあったといいますが、喜びは変わりません。アワビを見つけたときに、でアワビにどれだけ気づかれないようにどうやって取ろうかなみたいな感じのワクワク感というか。49歳の平野さんはこの地域の海女さんの中で最年少だといいます。頼もしいと思う。は
ありがたいよね、後継者がいないから。かつて600人いた阿波さんは現在およそ200人に。さらに、うん、アワビの取引価格はコロナ禍で4分の1に下落。阿波さんを取り巻く環境は厳しくなる一方です。海でね、アワビがいっぱいいるかね、後継者甘くなってくださいよって頼めるんだけども、なかなか頼める状況じゃないですよ。平野さんは今年潜水士の資格を取りました。アワビの死骸を撒く活動に参加するためです。二人の娘たちも将来は阿波さんになりたいと話しているといいます。南房総アワビ、そうですね、もっともっとたくさんの人に知ってもらって、ちょっとでも やってみたいっていう思いが、はい、芽生えてくれるとありがたいんですけど。千葉県で新型コロナに感染して自宅療養をしていた20代の男性が死亡したことが分かりました。男性は40度の熱がありましたが、医師から入院の必要がないと判断されたということです。その後、保健所が連絡する前に死亡が確認されました。千葉県で自宅療養をしていた20代の男性が死亡したことが分かりました。異物が混入していたとして一部使用が見合わせになっているモデルナ製のワクチン、沖縄県に続いて群馬県でも購入を確認。異物はゴム製のようなもので、製造過程で混入した可能性が高いことが明らかになりました。接種会場でモデルナ社製のワクチンに異物が混入していたことが確認されました。沖縄で異物が見つかったものとは別のロット番号です。薬剤の充填作業をしている、係員の方からですね、目視でですね、この、ちょっと点程度なんですけども、非常に小さいものではありますが、異物が確認できたということであります。異物は 0.5 ミリほどの黒に近い青っぽい色をしたもの。未使用のワクチンの瓶1本から発見されました。 0.5 ミリくらいだった大きさの場合って、注射針の中で通るものくらいの大きさなんですか？この中にですね、注射針の内径が 0.25 ぐらいの内径ですので、それより大きいものは吸おうと思っても多分入ってこないと思いますね。このワクチンを接種した人はおらず、先ほど厚労省は異物はゴム栓のようなもので、製造工程で混入した可能性が高いとする調査結果を発表しました。同じロット番号の他の瓶については、有効性や安全性に問題はないとしました。そんな中、使用を見合わせとなったワクチンを打った後、30歳と38歳の男性2人が死亡したことについて新たに分かったことがあります。広島県と厚生労働省によりますと、30歳の男性は広島県南部在住で、職域接種の会場で先月18日に1回で、今月22日に2回目のワクチンを打ちました。この2回目のワクチンは異物混入があったロットと同じ時期に同じ工場で製造されたとして、使用を見合わせとなったロットのワクチンでした。2回目のワクチン接種の翌日の23日、30歳男性は発熱し会社を欠勤しました。ところが翌日、熱が下がり出勤できるまで回復します。帰宅して就寝しました。しかし25日朝、男性の死亡が確認されたのです。基礎疾患やアレルギーはなかったといいます。またもう一人の38歳の男性も基礎疾患はありませんでした。38歳男性は先月18日に1回目を接種、今月15日に使用見合わせのワクチンを打ちました。2回目の翌日の16日に 38.5 度の発熱をします。
17日に熱が下がります。しかし18日に自宅で死亡が確認されました。2人とも新とワクチン。する人確率あるんじゃないの。もう亡くなった方に基本的な話だけど、どんなインフルエンザだった。塩抜きはどうなってんだ。悪いね。今までここまでなかった。一気にみんなが使うと。状態が悪くなる。
男子ユニチャンネル、男子ユニチャンネル。韓国の三菱重工の債権差し押さえ命令が出ました、強制執行可能な代金8050万円対象、これについて教えてください困ったくいいな僕はねこれだから韓国政府がやるべきことっていうのは、まあ、日韓の諸条約を考えて考えた時には韓国政府が肩代わりするってことですよ、そうです。これが韓国政府が肩代わりしないってことだけ事態で、はい、もう国際法とか日韓の諸協定を、はい、もう違反してるってそういう風になっちゃう、ね、だからこんなことをしてて本当大丈夫ですかっていう感じだけどね。普通に裁判所が命令出すのはまあまあ分かった。じゃあ裁判所命令は結構その代わり国政府は肩代わりしてます。そしたら一応8050万円をもらえればいいんでしょ、そのことじゃない。そういうことですよ、うん、要するに大執行官ので執行しなくたってお金もさえもらえればいいんでしょ、債権差し押さえれば。だから韓国政府が立ち上がるじゃん。それはだから彼らが言ってる司法の独立でいい、司法の独立を守るとすればこういうやり方があるってことですよ、うん、なんでそれやるんだよ。というところが日本を言う殺しめたいからでしょだからそういうのが表に出ちゃうわけ普通に考えると、いや韓国政府が立ち上がるいいでしょうと、うん、それだけのことでしょうね。しない、韓国政府が肩代わりしないってこと自体がね、おかしいですよっていうのは日本は言うと思う。文在寅大統領はあと1年ちょっと。そうですよ、ね。まあ、これずっとやってて、支持を得たいって、それだけのことでしょう。毎回毎回韓国の大統領って任期に近くなってくると、なんか日本に嫌がらせするじゃないですか。文さんは特に、任期満了よりか早くから言ってきたから大変だよね、これね。ずっと前から言っちゃったからね、もう手がなくなってきて、降りられなくなってきてるから、半日の手もなくなってきて、半日も手、だからすぐこれ言ってるしかないくなっちゃってんじゃないの、はい、そうすると、今さら肩代わり話ができないから、ずっと突っ張ってるってことじゃないの、うん、そのうち、大統領辞めてた後に、行き着くとこに行って、部屋の中にいらっしゃるから、確率高いと思うんだけどね。なんで韓国って必ず変の中に行っちゃうんですか。不思議ですね。あれ世界であんまりないもんないもんね。国民性では国民性なんだろうけどね。あんなことしてたらね、できない大統領と交渉しようと思わなくなるよね、こんなことは、ね。どうせこのうち、そのうちひっくり返って、あちらの方に行くでしょうつ。普通の国はみんな結構継続的だから、はい、あちらの方に行ったのになっちまってのは大変ってわかるじゃない。はい。だからもうちょっと政府では行政府の人は独立してて、まさか豚箱に入れられてはないだろうっていうのは普通じゃない。だから豚箱に入れなくてそれなりに影響力がやめた後もね、そこそこあると思うから、まあお付き合いできるってレベルでしょ。だって普通の個人関係だってね、豚箱行く人となかなか
つけないと思うよ。正直言うと。確かに。卵割ってどうのこうのって言ってさ、すごくさ、押してたらね、最後、ブラボーいっちゃったって話になったら、押すのが難しくなるやない。確かに。普通はそうでしょ。そうです。はい。だから、この差し押さえの話はね、もう何も日本しないと思うよ。アメリカは韓国ほとんど。ほっとかれてんじゃないの？もう完全に放置状態じゃないの？バイデンさんだって放置状態でしょ？はい、いくらなんでもできないでしょ？だってもうちょっと豚箱行く人とまともな交渉って無理でしょ？早くその時が過ぎて任期満了を待つってだけじゃないの？みんな。それも今回の東京オリンピックのやつではもう度が過ぎると分かってしまったんじゃないの？いろんな国の人が食事のところにね、食べないとか、受けも受け取らないとか、わけ分かんないでしょ？さすがにあそこまでするとみんなおかしいと思うんじゃないの？慰安婦像とかっていうのどうなっちゃってるの？そうなんでしょ。だからもうどうしようもない状態なんじゃないの今。だから文さんはさ、菅さん、菅政権じゃなくても次の政権ではまず文さんが言う時期は付き合わないでしょ。いくら付き合っても、もうどうしようもないからね。うん、じゃない方の大統領になったとしてもそんな変わる変わりにくいかもしれないけど、でもね、なったすぐはね、まだちょっと違うでしょ。だから大体みんな大統領の末期になると反日に強くなるんだけど、さすがになった時にはちょっと違うでしょ。なった5年間ぐらい持つでしょ。だから 2,3 年持つような話はできるんじゃないの？あ、そこで初めて。ちょっと変わる、ちょっとはね、できるんじゃないの？ 2,3 年ぐらい持つ話は。2,3 年ぐらい持つ話しかない。難しいよね。だって日本これやられてる、この差し押さえの話されてる以上、日韓の基本協約、基本協定なんでしょ、はい、あそこに反してるから何もできないよね。そこが反してたらいろんな話っていうのは全部難しいもんね。あ、基本の基本を実はやっちゃったんだよね。基本の基本を崩しちゃったんだよ、文人は。そうすると、なんか日韓議連とかでなんかロトロト何もできない。無理でしょ、基本が無理だから基本が無理、一番基本のことに触れちゃったんだよね。まあ、日韓の請求権協定っていうのはさ、そこを守るって大前提じゃない。そこを守らないって言ってるのと一緒だからね、この話は。じゃ守れば、だから言葉一緒でもいいんだけど、もう8500万円ですぐできるんだよ。ここですぐできるってすぐ分かるじゃない。なんでしないのっておしまいだよね。通貨スワップの話とかも全然もうそんな資源じゃないっていう。無理でしょ、これをやってる限り。だから日本としては何もすることなくて、何があってもこう相手しないっていうことで。だから文さんは東京オリンピックに来る人は全部無視でしょ。無視せざるを得ないでしょ。うん、ここで呼んじゃって、こんな話でね、簡単な肩上げもできないって呼ぶとはいかないでしょ。え、中国は韓国のことを見てるんですか？さすがにあれなんじゃないの？呆れてる。普通はちょっと呆れるってレベルだと思うよ。だから、ひょっとしたらさ、アメリカからも日本からもね、阻害されるでしょ、はい、だから取り組みやすいと思ってるんじゃないの？あ、中国は今しめしめと思う。それはそうでしょ、うん、日本と中国、日本とアメリカと韓国が一緒になって来るのが一番困るからね、はい、中国はね、はい、で韓国が取り組みやすくて、私は半島になるからロシアからなんとかなると思ってて、だからもう全然日本もアメリカも助けてくれないって知ってるから、もう中国がやりたくないなんじゃないの？これでも韓国が中国側についたら結構日本やばい。やばいっていうか、韓国がやばくなった。さすがに日本周り統治的だらけになっちゃいます。でもまあ、なんていうか、もともと反日だから、はいはい、日本的にはあんまり変わらないかもしれない。もともと反日だから、ね、だから安全保障上代ではね、ワインが対馬、はい、になるから。そうですね、それは結構しんどくなるけど、そこのところ防衛って話になるけどね。ますます防衛費。対馬はね、相手が敵国に加わったって形になるからね。そうすると防衛を固めるってことなんだけど、日本は一応ね、島国だからね、海峡があるからまだいいっていうことなんじゃない。対馬最前線、対馬最前線なのは間違いない。もしもこれを固めてもらえたら、だったらそういうふうになってきてるってことですね。どっちになってるかわかんないね。だからこれは大統領になると、また民主主義の方の国を取るかもしれないし、揺れ動くんじゃない、あそこはいつも。難しいな。うん、あと国家って一応そういうところあるよね。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。
ぱりヤスくん入っとこうか、これ。私ゆきちゃんでしょ。自民党の青木率が60から55ぐらいですけど、再びは国民の民主党政権が完成してしまうのでしょうか。横浜で負けて総裁交代の機運が出てくるのでしょうか。です。7月に入ってから中国内外の問題が激化しました。国内は洪水や地震などの被害が深刻で、国内経済が低迷しています。一方で共産主義に対する国際的な批判が強まりつつあります。わずか10日間で複数の事件が中共に深刻な打撃を与え、中国共産党、中共の終焉を加速させています。あるネットユーザーは、中国共産党の指導下、中国各地で洪水の氾濫、相次ぐ地震、それにウイルスの蔓延、災害が絶えません。しかし中共はいつも体裁の良いことを言って自分を飾り立て、いわゆる実績は全てその指導のもとにあると強調しています。実は中国の全ての災難は中国共産党がもたらしたのです。中共は8000万人の中国人を殺害し、さまざまな重大な罪を犯しています。中国共産党は全ての禍根です、と綴りました。1、香港自治法がアメリカ国会の浄化領域を通過。
7月2日、香港自治法がアメリカ条約および下院を通過しました。同法は香港版国家安全法を強行し、香港の自治状態を破壊する宗教の官僚に対する制裁を行います。これらの官僚と取引を行う銀行も制裁を受けます。大統領の署名なしでも法律としてその効力を発揮します。これに対して、宗教の人民代表大会外事委員会と政教外事委員会は共に声明を出し、反撃しました。中国および香港の多くの官僚が制裁の対象となっているからです。香港事務を取り扱う政治局常務委員の関係氏をはじめ、国務委員香港マカオ、中連公室、中央政府、中香港連絡弁公室、香港特別行政区行政長官、林鄭氏、香港警察の責任者、中国本土、香港の党メディアなどが制裁対象となり、ビザ制限や資産凍結されるのは痛手でしょう。これらの人々はアメリカに依存しており、もしアメリカに関連する中国の官僚がアメリカでの資産と家族の状況を公表すれば、中国民衆の怒りは想像できます。他にも、制裁される可能性がある対象者と取引する大手国有銀行4行と一部の外資系銀行も制裁の対象となります。これは直接中国共産党の利益に影響を及ぼし、安定維持の経済基盤を弱めます。また、香港の自由を守るために中国共産党を制裁するという問題については、アメリカ両院の意見が一致し、中国共産党には交渉の余地がなく、仲間割れの隙を与えません。宗教は受け身となっています。中国共産党は対等の制裁を唱えていますが、無力さが露呈しています。なぜなら、アメリカの官僚が中国に隠している財産に制限を課すというニュースでも捏造するのでしょうか。アメリカの政府関係者の愛人が持っている中国ビザを取り消すとでも言い出せるでしょうか。WHO がウイルス情報を修正。7月4日、複数の海外メディアは、世界保健機関 WHO が6月30日に新型コロナウイルス初期の対応の項目を更新したと報道しました。更新された内容は2019年12月31日 WHO 中国駐在事務所は中華人民共和国武漢市保健委員会のウェブサイトでウイルス性肺炎の症例に関するマスコミ報道を見かけ、同報道を翻訳し WHO 西太平洋地区事務所の国際衛生条例協調センターに報告通報しましたとなっています。更新前4月27日掲載の項目は2019年12月31日中国武漢市衛生健康委員会は、湖北省武漢市の一組の肺炎症例を報告しました。新型コロナウイルス、中共ウイルスと最終的に確認されました。中国共産党は、この通知を防疫対策の透明性を裏付ける証明として宣伝しています。4月20日の記者会見で、WHO 事務局長のテドロス氏は、最初の報告は中国からのものだと述べました。現在、WHO は公式文書を改訂しました。中国語版はまだ変更されていません。WHO の動きは訂正に迫られたと外部が分析しています。その理由として3点挙げられます。第一に、米国は WHO から脱退し、WHO は最大の資金提供国を失いました。第2に、宗教の疫病隠蔽がすでに各国に見破られており、WHO は宗教に協力して不正行為を続ける価値があるかどうかを検討する必要があります。第3に、WHO の専門家全員が良心を捨てて宗教に従うというわけではないです。以上の3点を踏まえ、多くの要因がこの変化をもたらしました。これは宗教にとって大きな打撃となります。WHO は操り人形のように中共の言いなりにならず、これからより多くの中共に不利な内幕が暴露されるでしょう。3、台湾は大陸の記者を駆逐。7月2日、台湾対中政策委員会は、中国メディア、東南衛視の台湾駐在の記者2名は、規則違反のため、記者証とビザを取り消したと発表しました。当該記者、ロシとアイ氏は、海峡新幹線という政治評論番組の制作に携わっており、台湾現地有名人や評論家などを招いて、台湾の時政と国際ニュースを評論します。招待されたコメンテーターのほとんどが国民党陣営のものであり、民進党政権の政策を批判し、その主張は中共の公式メディアと非常に似ていることに、視聴者は気づいています。現在、
中国と台湾両岸のマスコミは決して対等ではなく、中国共産党は一方的に報道の自由を求め、台湾の民主主義を利用して中共の党文化と中共プロパガンダを輸出しています。台湾のマスコミに甚大な被害をもたらしています。今回の取り消し措置は台湾政府がメディアから共産党の浸透を除去する決意を表し、中国共産党による台湾メディアへの浸透に対する民衆の関心を促しました。4、アメリカが新疆ウイグル自治区の高官及び公安庁を制裁。7月9日、アメリカ国務院と財政部はそれぞれ新疆ウイグル自治区の党委員会書記、新全国氏を含む4人の中国共産党新疆ウイグル自治区の管理者、元政府関係者及び新疆公安庁を制裁する声明を出しました。これらの者とその家族はアメリカへの入国制限、アメリカ国内の財産凍結が課せられます。今回の制裁はいくつかの意味が含まれています。第一に、アメリカ政府が初めて政治局委員のビザを制限し、さらに厳しい対策を講じることを示しています。第二に、中共の官僚が人権を侵害し、その親族も罪を問われ、関連機関、新疆公安庁も責任を免れられないことを意味します。第三に、香港の官僚が次の制裁対象となることを意味しています。主に林鄭氏をはじめとする香港特別行政区政府の政府関係者、香港駐在の中共高官、中央政府、中香港連絡弁公室、中香港特別行政区、国家安全保障局、北京当局の香港に関わる事務官、国務院香港マカオ事務弁公室、香港マカオ事務を主管する政治局常務委員、官政など。それ以外に、親中派香港メディア、外交法、文愛法がすでにアメリカに調査されています。注意すべきことは、中国共産党の新疆ウイグル自治区での大規模な人権侵害は、実際はファルンゴンへの迫害の手段を踏襲しています。例えば、強制収容所の設立、強制洗脳、技術的な監視、対象者の誹謗中傷などです。そのため、アメリカなどの多くの国が新疆ウイグル自治区の人権に注目するとともに、ファルンゴンの迫害にも注目し、関係者への制裁や迫害抑止の働きかけを検討すべきです。実際、香港の自治権を侵害し、香港の人権を侵害した多くの中共党幹部は、ファルンゴンへの迫害にも参与しています。5、香港の女性ウイルス研究者が隠蔽を暴露。7月10日、アメリカ FOX ニュースの独占報道により、アメリカに逃亡した女性科学者のエンレイム氏が、中国共産党が WHO とある程度協力してウイルス情報を隠蔽したことを証言し、注目を集めました。エンレイム氏は香港大学公共衛生学院伝染病研究センターに勤め、ウイルスと免疫学の専門家です。昨年12月31日、同氏は中国疾病予防管理センターに勤務する友人を通じて、当時ウイルスが中国で検出されていたことを確認しました。しかし、北京当局はいかなる人の情報漏洩をも禁じました。エンレイム氏は同日、職場の責任者、WHO 顧問及び H5 リファレンスラボのウイルス学専門家、レオプーンにウイルスの危険性を報告しましたが、彼は何も言わなかったそうです。1月16日、エンレイム氏は再び報告したところ、黙っていろ、そうしないとトラブルに巻き込まれ、私たちは消されてしまう、と中共のタブーに触れないように言われました。また、WHO の H5 リファレンスラボ連合主任のマリック・ペリス教授もこのことを知っており、同様に措置を取っていません。エンレイム氏は、アメリカに亡命した理由は新型コロナウイルスの実情を語るためで、政治に関係ないと強調しました。7月12日付のメールオンサンデー氏は、元ホワイトハウス首席戦略家のスティーブ・バノン氏によると、武漢ウイルス研究所及びその他の関連研究所から、一部の中国人専門家がすでに欧米に告発し、欧米の情報機関と協力して中国共産党への訴訟準備を進めていることを報じました。このニュースは中国共産党にとっては悪夢のようです。大陸にいるウイルス研究者はウイルスの流出、情報の厳重な管理、弾圧、脅威など多くの内幕を把握しています。彼らの証言は中共に対して多大な殺傷力があるに違いありません。6、悪法を恐れず、香港民主派の予備選挙で60万人投票。7月11日と12日、香港の民主派は予備選挙を開催し、60万人を超える市民が投票を行い、予想をはるかに超える人数となりました。これが、香港国家安全法が発効した後の第1回の選挙活動で、投票
票の参与率は香港人が国安法と9月6日新旧交代の立法会選挙をどう見ているかの風向計とされています。メディアの報道によると、この選挙前、香港政政内地事務局の蘇国栄局長は予備選挙に関する見解を表明し、関連する行動は香港国家安全法に違反する可能性があると述べました。事実によると、60万人の市民が脅威を恐れておらず、民主主義と自由を放棄しないことを報道で世界に伝えています。この勇気は奇跡を起こす、歴史を書くと称賛されました。宗教による香港での過酷な法律の強力な推進は国際的な非難を強く引き起こしました。多くの香港民衆は恐れず、柔軟な方法で引き続き抗争して不満を表明するために白書を掲げました。一国二制度はもう存在しません。宗教は自ら集団を晒し、信用を落としています。いくら脅して強要しても、すでに人の心を征服することはありえません。終わりに、現在パンデミックの影が世界を覆っています。宗教ウイルスは今も猛威を振るっており、宗教は傲慢で残忍で恥知らずで、大衆の怒りに触れます。不安と混乱の中で反宗教の国際連盟が形成されています。かつては宗教に弱腰だった各国政府が強硬な姿勢に転じました。ますます多くの中国共産党の犯罪の真相が明らかになりました。中国共産党は衰えた勢いを盛り返す力がなく、清算を迫られています。今、各国の政府、機関、および個人すべてが即断を迫られています。正義を支持しますか、それとも中共に協力して邪悪とともに壊滅しますか。延命無視は人生に危険を冒して真実を広め、敬服を勝ち取りました。中国共産党の幹部と各階層の関係者は、宗教の船から飛び降り、悪いものを捨てて道徳にかなうものに従い、新しい人生を切り開くべきです。中国の特色ある社会主義は極端な他者、外国人恐怖症である民族主義と略称することができます。国家社会主義というのはどうでしょうか。実はもっと短く言うと、それはナチスになります。それが中国の実態です。共産主義を掲げたその本質はファシスト政権です。今日お話したかったので、問題はロシアさんが最近ニューヨークポスト紙に書いた記事、中国政府が強制的に両親の囚人から同期を摘出する話題です。これは私にとって非常に重要です。香港で現地取材をしている私たちの友人クリス・カトルが話した現地の出来事は私を驚かせました。彼は街頭で何人かの人にインタビューをし、ある女性がそれは言えない、法案を停止するだけでは十分ではない、私たちの価値観は中国共産党と違いますと言いました。異なる価値観が問題の引き金だと思います。価値観といったら私はすぐ大きがりの問題を思い出します。それについて説明していただけませんか。それとこの記事は非常に説得力がある。私はエポックタイムズを除きその実態を説明できる最も強力な記事の一つと思っています。2006年に私たちはすでにこのニュースを報道しましたが、視聴者の皆さんの中に知らない人が多いかもしれないので、この動機狩りが何なのか分析していただきたい。まあ香港の人々は中国共産党と異なる価値観を持っており、人の命は貴重であり、全ての人間は唯一無二の存在で、しかも他人に対してありがたい存在であるということでしょう。逆に中共はそう思いません。
臓や肝臓、肺や腎臓を必要とする共産党幹部がそれらの臓器を提供することを望んでいます。ですから中国で臓器移植が行われるようになったのは、もともとは共産党の幹部が臓器移植によって不老不死を求めようとしていたからだと思います。1960年代には高校さんは若者から流血を受けていました。これは確かに延命効果があるのです。それから1980年代には臓器移植に移行しました。もともと移植の恩恵を受けていたのは党の高官だったと思います。処刑された囚人は当時2年間の執行猶予期限付き即死刑という恐ろしい刑を受けていた人たちでした。つまり彼らはいつでもまな板の上に置かれていたのです。臓器を必要とする党高官の組織適合性型と一致した場合、後頭部に一発の弾丸を撃ち込み処刑されます。そして彼らの体は医療者に運ばれ、心臓や肝臓がすぐに停止する。当初は非常に限られたものだったと思いますが、その後に共産党は中国だけでなく世界中の富裕層に臓器を売って儲けることができるということに気がついたのです。これが明らかになったのは、臓器移植技術が大々的に参入したのではないでしょうか。これは他の分野でも見られたことだと思います。一人っ子政策では、息子を欲しがる親に産後を捨てられる少女がたくさんいました。生まれたばかりの娘を殺したくないので道端に置き去りにしたんです。道端に放置された赤ちゃんはみんな死んでしまいました。生まれたばかりの女の子を大きくしたいと思う子はなかったからです。なぜなら養子にしてしまうと自分の子供を持ったことになり、自分自身の子供を産めなくなります。赤ちゃんは国営の孤児院に連れて行かれる場合には授乳や世話がなされなかったので、数日から数週間のうちに死んでしまいます。見殺しにされていたのは、これはひどいです。しかしその後、孤児院、北京の養子縁組局で女の赤ちゃんを売れば儲かることに気づきました。そして中国は養子縁組ビジネスに大々的に参入した。臓器移植ビジネスも同じように始まりました。当当局は外国人が心臓に15万、肝臓に18万という支払いを取ることはないことに気づきました。値段は様々です。それで彼らは全国に移植センターを作り始めました。この点については人民解放軍が主導していたと思います。まず囚人の警察と用意されていた。そして陸軍の病院が存在していました。そして取引が増えるにしたがり、ますます多くの移植ツーリストが中国に来るようになりました。中国に来るメリットは海外の臓器を手に入れることを起こしやすいということだけではありませんでした。ほぼすぐに移植を受けられるというメリットがあったのです。本日は運命国の運命国とは違います。運命国では臓器提供者の協力があります。彼らが臓器提供者カードをサインをすることで、もし死んでしまったら臓器が適切であるか、何人かの職を奪っている人の側に使われるようになります。西洋は職を管理するような執行構成を持つ臓器が入り、多くの人々が待っている間に死んでしまいます。診断の内容は何でしょうか。指紋を取って、網膜スキャンし、血液サンプルを採取し、臓器が検
調べます。それだけです。それは全く健康診断とは言えません。これは15万ドルを支払って臓器移植する誰か、その誰かに臓器提供者になり得るウイグル人や科学人を調べるための検査なのです。だから強制収容所にも100万人から200万人のウイグル人や科学人が危険にさらされていると思います。データベースのようなものを作っています。エポックタイムズ氏が最初からこの話を追っていたことは知っています。私にとって印象的なことの一つはイスラエルの話でした。心臓移植を望んでいた紳士がある循環器会議、私は心臓移植のために7月15日に中国に行きますといった話です。その循環器会は聞きました。心臓があるのはどうしてわかりますか。すると患者は答えました。心臓はすでに準備されているからです。それが可能となる唯一の方法とは、つまり移植前に適合する臓器を持つ誰かを事前に確認しておいて、その移植ツーリストが金を持ってきたらその人を殺して心臓を奪います。だから手術のタイミングが明らかなんです。私に言わせれば、彼らが利益のために臓器を求め人を殺していることの確実な証拠です。そしてこのビジネスの利益は莫大なものです。年間10万件の移植を行っていて、1件あたり10万ドルの費用がかかるとすると100億ドルになります。実際はもっと大きいと思います。だから医者は儲かっていますし、院長も儲かっていますが、党や軍の役人が大部分のお金をポケットに入れています。私は確信しています。また彼らはエクモにも大々的に参入していました。多くの人はエクモを知らないかもしれません。大概枕か酸素供給の頭文字を取ったものです。人工心臓と人工肺の機械であり、体内の主な静脈につながっています。体外に出した静脈血、脱酸素化された血液はエクモでろ過して酸素化してから動脈血として体内に戻し、それでまた静脈血として体外へ出てくる、そういう感じです。そうですね、脱酸素化された血液、そしてそれは真っ赤な酸素化された血液として戻ってくる。この機械は何に使うのでしょう。臓器収奪の犠牲になる人がエクモを装着されるのはどういうことなんでしょうか。エクモで心臓を取り出すことができます。しかも他の臓器は血液で搬入され続けます。すべての臓器を採取している間、人々を生かしておくのです。20年前の私でも心臓を手に入れることができたかもしれませんが、5分以上経過すると他の臓器は移植臓器としてはもう使えませんでした。あるいは心臓で採取できると肝臓や肺は採取できませんでした。今のこのエクモ、人工心肺装置を使えば全ての臓器を採取することができます。これは最悪です。脳に行く頸動脈にバルーンカテーテルを入れると脳への血流を遮断し、臓器への血流を維持することができます。つまり脳死させることによって臓器への血液の流れは維持する。その間に他の臓器を血液物質で移植することができます。一人の差し上げ15万ドルだけではなく、腎臓、肺、心臓、肝臓、両方の腎臓を移植しているので、一回の殺人で75万ドルを稼ぐ。高等理解しかけて納得できません。中国では毎日のように起こっています。臓器のために年間何万人の人を処刑しているので、中国では毎日10人、20人、30人、40人の人が死んでいるということになります。方法的な臓器提供システムがまだ存在しないと思います。当面的にシステムが作られたと言われていますが、私が読んだ研究データは基本的には偽物のようです。中国人は臓器提供者の数が年々増えていると言っていますが、これを時系列で確認してみると統計的には何の意味もない。
数字は明らかに捏造されていると思います。また2018年には8000人の提供者がいたと言っていますが、年間6万から10万件の移植をしているのでドナーの数としては少なすぎます。私は宗教の体制がどう働くかを知っています。それは妊娠9ヶ月の女性を強制的に中絶させ、致死量の薬の注射で出生時の赤ちゃんを殺すという残忍な体制、そして臓器のために政治犯やキリスト教徒、バールンゴン学習者を平然と殺します。彼らからすれば共産党の反対者を利用して利益を得ればそれでいいのです。スティーブ、私の頭の中に一つ疑問が飛び込んできました。なぜ中国共産党は一般的にバーリア、ブラカシの経済と見なされないのか。それはこのようなことをしているのは国家であり、このようなことを主張しているのは国家だからです。このことに深く関与しているのは人民解放軍です。なぜ彼らを北朝鮮と同じように見ないでしょうか。もちろん私が彼らと言っているのは政権のことを言っているのであって、中国国民のことを言っているのではありません。アメリカには長い歴史がある。中国との関係も長いです。アメリカは義和団の乱の時に中国が植民地に分割されるのを防いだ国です。義和団の乱で多くの宣教師や中国のキリスト教徒が殺されました。その時、清朝廷から支払われた賠償金もアメリカは中国人留学生の奨学金の支払いに充てています。我々は中国と良好な関係だった長い歴史を持っています。私たちの多くが、私自身も悲惨な文化大革命後の1970年代後半に中国が最終的に軌道修正し、指導者が正しい選択をすることを期待しています。そして私たちは1970年代を通してその幻想を維持してきました。宗教政権がこのような残虐性を持っていることに気がつくまで、こんなに長くかかった理由は、多くの欧米企業が自社製品で10億人の顧客を持つことを予想していたからです。そして巨大な中国市場で利益を上げることを目論み、彼らは炎に向かったハエのように引き寄せられました。そして中国に進出して何が起こったかというと、彼らは自社の最先端技術を移管しなければなりませんでした。そして技術を絞り取られてしまうと、今度は中国資本で競合する企業が設立されました。それらの企業は研究や設計のコストはかからないなど、同じ製品をより安く生産することができるようになりました。このようにして外国企業はしばしば中国から撤退することになりました。最終的には共産主義政権が残忍な殺人マシンだと見破った人たち、人権活動家だけでなく、アメリカ経済界の大部分の人たちも分かるようになりました。中国はルールに従わず知的財産を盗み、中国での市場競争を許していません。アメリカのあらゆる分野の大多数の人々は宗教の本質が分かっていました。
6万人以上のベンチャー投資家がいます。人数からも分かる通り、日本のベンチャー企業のベンチャー投資家の市場規模はとても小さく、アメリカの50分の1ほどです。私がベンチャー投資をしたい理由は、日本のベンチャー企業の数を増やし、日本の技術競争力を上げたいと考えているからです。現在の日本の技術競争力は衰退傾向にあり、半導体などの産業ではすでに勝負に負けてしまっている現状を変えるために、ベンチャー投資家になりたいと考えています。しかし自分一人では限界があるので、最終的にベンチャー投資家を増やす活動をしていきたいと考えています。またベンチャー投資を行うには莫大な資金とリスクがかかることが問題です。そこで私はまず継続的な収入を得ようと考えています。具体的には収入を増やす、または支出の減少を図り、意図的にリスクリストを最大化させることで不労所得を得ようと考えています。そして経済的独立と早期リタイアを目指すファイアムーブメントを実現することで、前述した莫大な資金とリスクを軽減できると考えています。ファイアムーブメントを実現するために22歳までに1000万円以上が必要だと考えています。その1000万円を元手として分散投資を行い、その運用益を権利収入化します。さらにその権利収入を投資によって増大化させます。具体的にはロボティクスやバイオテクノロジー、医療や IT、 暗号資産などに投資をしていきたいと考えています。ベンチャー投資先はジェットエンジンや半導体、アニメーションスタジオなどに投資をしていきたいと考えています。堀江さんに質問したいのは、以前堀江さんが100万円で投資をするのはダメだと言っていましたが、堀江さんの考える投資を始める金額はいくらだとお考えですか。以上です。
投資ってちょっと儲かったみんな売るまで、あ儲かった100倍になるまで1000倍になるまで1万倍になるまで待てないです、待てないです、俺も待てない、だから難しい、だから自分で会社立ち上げるのが一番いいって俺はいつも言ってるのは、それがベンチャー投資家になるんだったらベンチャー企業を立ち上げてキャピタルゲインを得た方がそれが一番近道です。アメリカになんでこんなにたくさんのベンチャー投資家がいるかっていう、大半の人たちはそうやって財を得たからです。で、なんでそうやって彼らが財を得てるかっていうと、メインストリーム的な中でそのまあ頭のいい人たちがチャレンジをすること、リスクを取ってチャレンジをすることがあの国においては尊敬されるからなんです。日本ってなんか尊敬されないじゃん、 あんまり尊敬されないじゃん、その世界の中にいると不協力ないんだけど何やってんのないし、やっぱなんかある意味田舎の村社会的な部分がやっぱり色濃く出てるし、あとやっぱりその社会を動かす人たちの中にユダヤ人みたいなまあ一種のアウトロー、長い間社会から排斥されてきたような人たちがある程度の力を持って進むかとして、イスラエルとか行くと7割が起業するらしいです。で、なんでイスラエル人が7割起業するかっていうと、起業せざるを得ない文化があったからです。日本人って別に農民として働いてればとりあえず穏やかに一生終えられるじゃないですか。日本人って95%の人たちもそれが生きられるわけだけど、ユダヤ人で出中をしてる世界を統合して常に社会のメインストリームに入れなかったんです。だから起業するっていう文化があるわけで、それは健康としてもやっぱり変わらず、でそのイスラエルと深い関係にならないかで金融、特に金融ですよ、ユダヤ人やっぱり結構幅を広げるっていうようなところがあって、起業文化があるわけです。されるつまりメインストリームの人たちがやりやすいんだ、ね、メインストリームとか頭のいい人たち、日本人って頭のいい人たちが起業しないじゃん、まあ、最近少しは変わってきた、まあ、こんな素晴らしいテクノロジーを持ってるのになんで起業しないんですかって俺は思うけど、いやなんか失敗したらどうしよう、まあ、なので、まあ、僕の結論はあなたがベンチャー投資家になる前にベンチャー起業家になって財を得る、だから1000万円なんかゴミ、いやもちろん1000万円かたまにいるのよ、運がいい人が、だから宝くじでしょ、たまたまインサリアも1000万円買って我慢して3年間も続けてましたみたいな人がいるのよ、確かにいるんだけどごくごく少数です、宝くじに当たったのと同じくらいの人です、いるよ、1000万円でも100万円でもまあ下手したら1万円でも億万長者になる人もちろんいます、いますけどそれは宝くじの方と変わらない、確率的に、なのでもっと確率を上げるためには自ら動いて自ら起業家になることはよくて、起業家になってキャピタルゲインを得ないと本当の意味でのベンチャー投資家にはなれないし、自分がそうやって環境を作ればさらにそういう人たちが増える、自分が起業家にならないでベンチャーキャピタリストになるっていうのはすごい遠回りだと思います。まあ、もちろんだからゼロではない、まあ、例えば金融機関に入ってトレーダーになって不合で何億円稼ぐ人もいるから、ただ投資ってすごいプレッシャーだからベンチャー企業をやるよりもプレッシャーだと思います。僕の知り合いのトレーダーってかそのベンチャーファンド立ち上げた人とかリーマンショックで、まあ、潰れかけたんだけど何とか持ち直して会社潰れないっていう状況に持ってきた時に心臓病で倒れて、でもこれ以上仕事するとまた心筋梗塞になっちゃうかもしれないっていうんで、リタイアして、まあ、まさにファイヤー。別に彼の場合、ファイヤーしたくて、ファイヤーしたくてないんだけど、そういう風になってる。で、もう一つ言っとくと、そういう人は、ファイヤー一周するんだけど、また戻ってくるんです。飽きて、はい。そこまで言ってきます。なので、あなたの場合は、まあ、こういった企業家になるべきだと思う。頑張りました。だってそうしないとさ、あともう分かんないよ、その投資先のマインドが。金だけ貯めて、お金を投資するだけの人だと判断できないこといっぱいありますよ。僕結構思うのは、その起業家のやってる事業に投資するというよりは、多分その人に
聞く人なんですよ。そのベンチャー企業って絶対何かトラブルっていう危機を乗り越えられるかどうか、でその人のやっぱり粘り腰にかかってる、こいつはそこで粘れるのかな、でそういうのはやっぱり自分が体験した方が確率は上がります。だからもう確率論でしかないから、できなくはないけど、宝くじを当てようと思うと自らの努力で道を変えられるのどっちがいいって言ったら、僕は道が変えられる、自分の努力で道が変えられる方がいいと。どうですか？自分もいろいろ調べてみて、例えば投資家の人も5、6人は会ってみたんですよ、実際の人で。で、その人たちに、じゃあ一体いくらな投資できるんだってことに聞いてみて、100万って言われるんですよ、大体。でも、自分はビープレイさんが言ってた100万はダメだっていう理由が、あの、気になかったのがあって。で、100万でってどういうこと？いや、100万からぐらいなら投資が始められる。例えば、東証一部から、やっていけばいけるよって言われたんです。その、ある人、あった人に言われて、そうなのかなって思って、いろいろ調べて、プレイさんが言ってる100万はダメだっていう。で、だから確率の問題だって。で、だから、その、可能性はあるってことよ。これ可能性がゼロって言ってるわけじゃない。ただ、低いよって言ってるわけ。めちゃくちゃ低いよって。だからいいんだよ。勝手にやる分にはいいんだよ。いいよ、別に10万とか1万円でも5000円でもできるんですよ。金額のボリュームが低くなればなるほど確率は下がります。じゃあできる、できないというか、できるが、そんな確率の低いことを僕は人に勧めたくないっていう話だけです。最終的に、さっき言ったように企業が増やせればいいかなと思って。いや、だとしたらそれは僕はね、僕はこういう政策でとにかく成功の確率を上げるにはどうしたらいいかっていうふうに考えるんですよ。成功の確率が高ければ高いほど短い期間で達成できる可能性が高まるわけじゃないですか。だってさ、失敗することだったら失敗がゼロってことはまずないから、ね、そこないから。もちろんラッキー、宝くじを当たるよりラッキーな人もいますよ。かつて成功して大成功する人もいるけれども、それは非常に確率が低いんだ。だってさ、自分の人生は一回きりじゃん。成功する確率が低いことに投資をしてたら一生なんかあっという間に終わっちゃうって思って僕は言ってます。だから成功する確率が高いことに張った方がよくて、そのために努力でなんとかなるんだったら努力をしたいと思ってます。だからする努力がこうしてみたいな、僕はそれはすごく確率超低いで、だからいいんですよ。その僕は低いことをやりたいんです、一生の第一でもいいんですっていうのがあれば別に僕はそこは否定はしないけれども、そういうアドバイスを僕はしてる。だからそこを僕はちょっと、なんで否定をしてるかっていうと、すごく責任が持てないから、ああいう100万円で投資ができるから投資できるよって言ってもいいんだけど、すごい無難だよ、そっちの方が。でも無責任と僕は思います。そういう考え方です。それはだから、あとは自分で判断をされる。ありがとうございました。じゃあ、次のアプリは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、どうしよう。ノンノンノン、島田秀平です。ここから逃げろ、ここから逃げろとずっと昨日言われてて、わからんと思います。ニコニコしたけど、どうも、
階段巡り、皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。まずは最初にですね、いつもすみません言ってますけども、ぜひね、チャンネル登録、そして、高評価ボタン、グッドボタン、よろしくお願いいたします。確かにね、階段でいいねっておかしいんですけども、なんかこう、たくさんいいねを押していただくと、おすすめの方というか、なんかそういうふうにですね、皆さんの方にこう、通知がいって、より、ね、見やすい環境が整うという話もしました。いつもね、3000とか4000ってすごい数の評価いただいてるんですが、5000とかってね、目指してやっていきますので、ぜひ一つよろしくお願いいたします。さあ、今日のゲストなんですけれども、昔からですね、お世話になっています、笑いの先輩です。フレンズ、岸本武史さんです。お願いします。おはようございます。こんにちは。よろしくお願いします。いやいやいや、急にクーラー入れていただいてありがとうございます。そうなんですよ。いや、俺も暑いなって、昨日としたらスタッフが急にクーラー入れてくれたんで。正直ですね、はい、ね、空調の音って入っちゃう。はいはいはい、はい。普段は、オフにして、なるほど、撮影やってるんですけども、オープニングの1分でもう、岸本さんの限界の流れなんで。いや、こんな暑い。あのは止めやがってと思って、ちょっと見たら、ようやくさっさと動き始めて、助けていただいてありがとうございます。石本さん、今映ってなかったんですけどね、怖い顔してました。いや、ほんとね、僕と石塚さん、すぐクーラーチェックしますので、会場の場所、はい、キンキンに冷えてますもんね。いやいや、いや嬉しいですね。クーラーの場所と場所、ありがとうございます。映ってないからね、この場所の一番。でもちょっとずらしてます、絶対。いや、違う違う違う。いつもの前にずらしてくれる。逆に石本さんちはないですね。これは本当ありがたいですね。うるせえな。いやー、来ましたね。高級ツッコミ。ありがとうございます。あれですよね。本当についてに、はい、アメリカの方、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、お会いなさい。ありがとうございます。二十何年バカだよ。こんなのいつも何年目だろう。やっていないタイプで、やっていないタイプで。もうね、本当ね、長いことやりましたけどね。久々にこの長いツッコミ、恥ずかしいです。恥ずかしいです。階段を出すあれ、階段を出すのかな？出て階段を出すのないでしょ？いや、言い方が失礼なんですけど、これ入れ替わるところがあって、どんどん普通の方が結構多いみたいな。これは、この動作だけよ。全部でいいから。服を書きこれたの何年ぶりだろう。そうね。Thank you.
公園は安全な場所、ベンチがあって、ベンチの後ろの方の森だったら人が見えないから、うん、安心だって、まあ、その接続だったら大丈夫、危険ですもんね、危険なんで、断面とも危険だ、その当時は危険だった、はい、でまあ、確かにあのもうゴールするのに4回か5回暴行を受けて、カメラを奪われて、もう車の横転とか、まあ、結構事故はあったんですけど、はい、まあ、そのロジカスの時に、まあ、その時は多分コロンビアかな、コロンビアっていう国に入った時に、まあ、コロンビアはちょっと危ない国って結構有名です、当時で日本人が言ったら、俺日本人が金くれよすぐ近寄ってくるぐらい危ない国だったんです、でコロンビアで当時、まあ、野宿をしようと、公園で野宿をしようと、相方と、まあ、いつも通り、まあ、周り人いないか確認して、ベンチだって、ベンチ、グランド、ホール、檻の方に買って、寝袋を引いて、寝ようかって言って、まあ、準備をしたときに、後ろに物がパスクスと音を取ります。で、たまにあの南米って動物がいるんで、犬かな、猫かなと思って、まあ、ヨーロッパの8時、9時ぐらいだったんですけど、まあ、気にせず寝ようかと思ったら、ほら、ホール。英語で、ほら、ほら、まあ、ほらって感じで、はい、ほら、ね、あ、おじさんだったんですよ、ほらと思って、向こうから撮ることがあるけど、ベンチ向こう、裏から撮ったのにびっくりしたんですけど、ほら、あ、何やってるの？って言ったら、はい、僕らはあのよく聞かれるんですけど、何やってるのかに、ね、実はヒッチハイクで、アラスカまで挑戦してるんです、今、スケールで出先で挑戦してるんですって言って、たくさんしてるんで、そこでもまたおじさんにしてあったんですよ、はい、実はさっき、あ、そうなんだ、ただ、今ゲルダキリュウダキ、あ、まだ結構ね、スペインがある程度単語は多いから、はい、車だとか食べ物、リュウダキ、アキっていう言葉だけはここって今まで、はい、アキはここって言葉だけ覚えてるよ、言うね、何の言葉か分かんない、うん、ここって言うから、ここで寝てるんですって話をしたら、うん、寝るだけもう分かんなくなって、はい、まあ、理解できなかったんで、ああって、まあ、いつも笑顔でごまかしたんですよね、で、そのおじさんにがずっと喋ってたんですけど、僕らがもうニコニコしてるから、もうおじさん納得せず、まあ、そのままいなくなったんですよね、はいはい、まあまあまあ、こういうことよくあるんです、本当にずっと、まあまあいいやと思って寝ようと思ってた時に、あれがトイレ行きたい、トイレ行きたいなって言うと、おじさんが家で飽きるように、ガソリンだってガソリンスタンドの、ほうほう、ガソリンスタンドって話してたなって、ガソリンスタンド近くにあるよって言ったのかもしれないけど、200-300m にガソリンスタンドがあって、はい、あ、相方トイレ行きたいから、じゃあガソリンスタンド行ってくるんだよ、ガソリンスタンド行って帰ってきたら、あのガソリンスタンドって仲良くなったから、ここで寝ていいよって言われたよ、そうですね、トイレも近いし明るいし一番いいじゃんと、じゃあ荷物持ってガソリンスタンドに移動したら、スタンドの人が、あ、君たちこうなんか挑戦してるらしいね、めっちゃいる、ここで休んでいいよ、リストもあるしねって安心だからって怖いですね、いや本当にそういうとこなんで、はいはいはい、人が来てもリストされて俺らと思ってくれるからって言われて安心してそのまま寝させてもらったんです、はい、で朝起きて、あー今日も休めたな、じゃあ僕たちがまた挑戦して行っちゃいけど済みますって、そのリストの人に挨拶して、まあ300m だったな、スタンド先でまた行っちゃいけど始めたんです、はいはい、だいつも通り車1時間かかっても2時間かかっても3時間かかっても止まんない、うん、最悪だなってなってたら、一台車が真っ暗だった、来た来たって走っていったら、まあ、僕たち隣の町まで行きたいです、いいよ持っていけ、うん、言ったその人の顔が昨日の公園に行ってくれた人のおじさんだった、ラッキー、超ラッキー、うん、これおじさんありがとうありがとう、車のあの後部座席に乗って、はい、ありがとうございますおじさん、ああいいよいいよ、で君たち何してたの、昨日説明したもんな、いや、聞いちゃいですね、昨日話したよね、まあ、スペイン語でも片言で喋ったら伝わってないのかなと思って、逆に言っちゃって挑戦してすごいね、昨日全く同じやつも、まあいいやつね、おじさんは何してきたのかって言ったら、いや、僕は帰るところだから、あ、はい、あ、隣町に帰るんです、どうなんですか、何しに来るかって言ったら、去年、弟が亡くなって、その墓参り来てる、あ、そうだ、どうしたんですか、お父さんは、君たち
公園でマフィアに殺されて亡くなったから、その見舞いに行った頭で来たんで、その弟の写真をパッと見せられた。その人気の合った人、要は双子の弟で、双子なんですね。だから話が合わなくて、えっと思って、あれ気の合った人おじさんじゃないかねと思って、その乗りながら、言うだけってことを覚えてるから、言うだけってことは、なんか、これは何ですかって言葉で、言うだけ何って言ったら、言う、逃げろ。ここから逃げろ。ここから逃げろと、ずっと昨日言われてて、わからなくて俺たちニコニコしたけど、たまたま相方がガソリンスタンドで、トイレ行ったからガソリン止まれたけど、その、多分弟さんは、多分そこで殺されたんでしょうね。マフィアかなんかで。だからここ逃げろ、ここ危ないから逃げろ、ペリグロとかフィダードって言葉あって、危ないと危険なんですよ。確かにそれも言ってたなって、フィダード、フィダード、言うだけ、その全くわからないが、まあ、怖かったからいいことでしたけど、今思うと、あのおじさんが、まあ、亡くなったお父さんが、言うだけ、ここ逃げろ、ラスンソン行けって言ってたのを気づいて、あの人は言ってくれたから、もしかしたら僕で殺されなかったかもしれないな。コロンビアって、あの、薬物とかをこう交換する場所結構あるんですよ。はいはいはい、はい。多分その公園がその場所だったらしくて、僕ら知らずにそこのおしくしてたんで、確かに誰も人いないなと思ったら、そういう危険な場所だったんですよ、地元の人は。それを知らずにぐらいのおしくしたから、もしかしたらその弟さんが、まあ、助けてくれたというか、今思うと、僕は逃げる、僕は逃げる、ガサンサンに行ったと言ってたのかなと思うと、助かったなっていう。うわこれちょっとね、スペイン語だから難しいかもしれないけど、今思うと言葉って、ね、覚えておかないと、そうですね、本当怖いなと思ったけど、それで覚えましたね。いやちょっと、石本さん、本当にオープニングの数々の失礼な発言、申し訳ありませんでした。いや私も本当に申し訳ありませんでした。マジですごかった。怖くないですか、今なんか、いろんな話聞きましたけど、やっぱもちろん実体験もありますし、なんかすごくお話もずっとから聞こえちゃって、いやめちゃくちゃ、ま、不思議というか、その翌日に若返りっていうか、同じ顔をされた双子の方の車に乗ってたのもすごいじゃないですか。多分それも、今思ってたお父さんが、あいつ乗せられるって言ったかもしれないし、だから納得昨日なんでこんなのあるんだなと思ったら、なんか双子の人写真に写真ぐらいのことが見たけど、ここに殺されて、もしかしたら昨日のお父さんがあの乗ってしてたらね、私に乗ってお父さんだなと思うと、ありがたい、ありがたい実体験の話だな。やっぱりでもあの番組ってもうね、家族で、なんていうか、ね、もう本当に危険と隣り合わせで、本当ね、そうね、もう何度も本当、まあちょっとね、この霊体験も書いてないけど、本当には霊場所の裏のピストルに打たれたよね。俺らピストルに打たれた。あの、これテレビでね、何年か前にね、あの、田岡田浜田さんが、芸人一番死んだけたグランプリに、見事1位だろうって言芸人一致死にかけたクラブその大会です、その大会で俺見事1位に選ばれたんだけど、あのまたピストルで撃たれてアメリカで死にかけたっていう、この話はね、実体験っていうか、ぜひあの電波証言の裏話もあったら教えていただきたい。いやこれね、あの人間の心理っていう話でいいですか。だからぜひあの、まあね、こっからじゃあ人怖ってことですよね。人怖ってことは人間の心理ってやっぱりね、こうなるとこうなるんだなと思ったんですけど、これね、本当アメリカでね、まあ、いつも通り、ヒッチハイクをしたときに、まあ、1台の車が来たんですけど、ニコニコしたらね、お願いしますって、缶ビールからもパッと投げられて、車の中で、あぶねえってなって、まあ、ことが日常さなんだよ。日常さなんだよ。まあ、いろいろね、まあ、いると思うけど、そしたらね、まあ、無視してニコニコしたら、その車はね、U ターンしてくるの見えたんですよ。ああ、また戻ってきたらと思って、乗ってくれるのかなって、ギャグって言いながら、U ターンしてまた向こうから、右手にね、ピストル持ってますで、うわーって叫んでるんですよ。なんか、あ、違う、帰れ
使えよみたいなこと言われながら、うん、叫んでるパッとピストル見えたのね。うわっと思って相方ともう逃げろと思って、この後ろは土手だったんですけど、土手にジャンプしたらパンパンパン、4発もう音確実でした。うわっキーッと思って、まずほらわかんないけど当たった時ってなんか涼しくなるって言うんですよ。当たった場所が痛いとかっていうかっていうね、そう話聞きますけど、うわっと思って、うわっだから自分がこの辺が全部涼しくなる、まあ多分本当その時寒くなったんですけど、うわっと思ったら肩の汗が血じゃなくてパッと相方が、相方がまず動かない、やばいと思ったら、もう相方ももう震えながらパーって言ったら、大丈夫かって言ったら大丈夫、はい、カメラマンのディレクターも大丈夫ですか、大丈夫、もうとにかくもう逃げろって近くに小屋が見えたんですね。その小屋まで車が来なくなったら走って逃げてたんです。もうそしたら3人ともピストル撃たれたらもう何もできないし、もう手はずっと震えてるし、怖くて小屋の中にいたんです。そしたら車が叫びながら戻ってきてる。また戻ってきたんですか。また戻った。こうなっても人間の心理って分かんないけど、泣くのが相方にでかいし、まあ、今までそんな学生時代ラグビーとかだったら変だと思うんですよ。相方って文化系、うん、もう何もやったことないのが、もうやっぱり人間の心理を怖くなったら何するか分かんないですけど、これの中に斧があったんですよ、はい、普通の農家の方から斧を相方が持ってドバドバになって、そうだあいつが来たら俺殺すからずっと立ってて、で俺もわかんないけど、もう来たら今度は殺されるしかない、そこっちで殺すしかないと思ったら、そこへもあったから火の先にさ槍みたいなのついてたとあって、はい、俺はもうそれでもうまく立って、もうね人間を信じて恐ろしいけど、こんなに相方がこのうちと思ったことないぐらい、人を殺す時の顔ってこんな顔なんだってぐらい、もう相方を待つそうになって、もう殺す、でも俺も撃たれる前に倒産してないやってる顔をデレクターと倒す怖くないですか、これは倒すこっちのプロだなもん、いやすごいっすね、使わないかもしれない、まずはそんなドキュメントないです、恐ろしいと思って、自分たちも恐ろしいけどデレクターさぞもっと恐ろしいと思ったんですけど、それでも回すって言ったんですけど、あの時のね逃げの方の体感時間で言うと多分ほんとね1時間ぐらいだったんですけど、これなんだ、はい、でも実際見たらもう10分ぐらい、あそんなもんなんですか、もうね人間って殺されかけたらもうやるかやられるかっていうのをあんな思いしたら自分がねやられる前にやるしかないと思うけど、人間の顔って見たことない顔になるんだなと思って、相手との顔は、まあ、一生忘れないですね、大島さんってはほんと優しいね、ニコニコっていう顔じゃないですか、あいつが奥にいるのはもうそのまま、まあ、いなくなって、そこから初めてアメリカでディレクター優しいところをかけてくれて、はい、今日はもうしょうがないね、ホテルに泊まろうって今まで恐縮してたのに今日はもうしょうがない、ホテルに泊まるんですいや、すごい話めっちゃくちゃ良かったですね、はあ、ちなみにその模様ってオンエアされてるんですか。オンエアはね、後日何ヶ月後かにあの時こんなことされましたっていうのと、先ほど言った浜田さんの番組で1位取った時にちょっと思います。その時に石本さんを取ったそれはされてない、だから撃たれた後逃げるまでしかされてない、撃たれた後はこの心理状況の話は今日初めてした、でも人ってこうなったらこうなるんだなっていうのは経験は特にね、今思うと、まあ、経験してくれた、確かに日本で人に暮らせたらね、はい、本当にもう殺されるっていう、やるかやられるか、そういう状態にならないですけど、そういう時って、ね、喧嘩なんて一切少ないっていう、そういう人でも、もうやるしかないって、そういう気持ちになるんじゃないの、でもなるんじゃないの、もしても、ね、ちょっと変な人の、ぴょろっとしてるじゃん、いや、本当そうですよ、僕なんか人なんかならなくないですから。いやでもそういう状況になったら、しばらくも多分この角を使ってとかいろいろ考えてるとか、この角、この椅子使ってとか、そこだけそれを大隈さんは取るんでしょうか、お前もやれよお前もやれよ、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 お前
教えていただくことがあるんですけど、あのリストルとか人に対しては全くなかったんですけど、ここに解散するなんですね。相方が7秒ぐらい沈むと、ホテルと思ってる。相方よ、これは。そう、相方倒した。あの顔したの覚えてるから、7秒間の相方こういう。それはありましたよ。やっぱ相手の7秒も沈黙すると、ちょっと怖くなってくる。そうか、その人のその顔見てますよね。いや、見れないと思う。こういう顔するの。いや、ちょっとすごい濃い、とっても濃いお話。いやいやいや、大満足です。本当ですか？はい。ありがとうございます。いろんな経験されてますね。あの、まだまだ面白いことでですね、あの、また、あの、質問さん、お話しいただきたいと思いますので、今度よろしくお願いいたします。お願いします。そしてですね、須藤さん、YouTube チャンネルやられています。どなたですか？100日後に消したくない飲食店です。はい。例えばこういった状況、大変な飲食店さん多いですが、そういったね、店の応援しようという素晴らしいチャンネルです。皆さんね、概要欄貼っておきますので、チャンネル登録、そして高評価、よろしくお願いいたします。お願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしかったです。はい。外がまだ明るくて、多くの人が目撃していたということで、これに関する動画、映像がですね、バンバン上がってきました。19階となると消火活動が多分難しいんでしょうね。火の勢いがですね、衰えないんですよ。そしてですね、火の勢いがどんどん激しくなっていってですね、上の方に燃え広がっていくんですよ。こちらはもう日が暮れてきておりますけども、いつの間にかですね、火は上だけではなくて下の方にまで広がっていって、この建物の半分ぐらいですね、火に包まれているんです。周りにたくさん消防車が見ておりますけれども、消火活動はそれほど高まっていないように見えますね。こちらは別角度なんですけれども、もう周りはかなり暗くなっていて、火の勢いがはっきり見えますけれども、これ結局ビル全体に燃え広がっているように見えます。消防車がたくさん入ってきているとはいえ、こういう状況になってしまうと、もうほとんど手の落ちようがないという感じなんじゃないでしょうか。ではこのビルについてのお話なんですけど、このビルはですね、なんとマンションになっているそうです。ここにはですね、419世帯が入っていて、結局18人が住んでいたそうです。そしてですね、先ほどお見せしたようにこのマンション19階の一室から出火したわけでございます。画像がちょっと不鮮明なんですけども、出火の時点ではこの大きな建物が一部から火が出ているという状況だったわけでございます。それがですね、どんどん燃え広がりまして、出火した部屋の上の階
風というのが考案されている。ですから今の日本というのは、ね、火災が発生したからといってビル全体が燃えてしまうなんてことはないと思いたいんですけども、もちろん海外でも火災に対して強い設計施工というのは当然義務付けられていると思うんですよ。ところがですね、この建物の不可解な韓国はですね、マンションの一室で発生した火災がですね、どんどん広がっていって、火の勢いというのは上の方に向いていくということで、火炎物があれば上の階が燃えていくというのは、まあなんとなくわかるんですけれども、こちらを見ていただくと非常に不可解なんですが、火災がですね、下の階にも広がっていって、結果的にはこの建物全体が火に包まれるという状況になっています。昨日の動画に対してですね、建築に詳しい方がたくさんコメントをいただきましたので、このチャンネル、建築に関してプロ中のプロもご覧になっているということで、皆様方の意見も伺いたいんですけれども、まずこういう、おそらく鉄筋コンクリートで作られているようなビルで火災が発生し、それがこんなに燃え広がるということはあるのかということが、私は非常に不思議なんです。ビル全体が火に包まれることが可燃物があるのかと、もしかするとガス管が破裂してですね、そこへのガスの供給が止まらないとか、そういう状況があるのかもしれませんけど、19階で発生した火災がビル全体に広がるなんていうことがあるのか、日本でもこういうことはあり得るのか、その辺はすごく気になるところでございます。ちなみにですね、中国当局の発表によると、この火災による人的被害はないらしいんですね。まあ本当かどうかその辺は分かりませんけれども、火災が発生した時点では火はそれほど大きくなかったから、避難する余裕はあったとは思うんですよね。ただしですね、自分が住んでるところがこんな感じで燃えちゃったらその後どうするのっていうのはありますけれども、こういうところで火災が発生すると消火活動をするって言っても限界があって、結果的にはビルが全焼してしまうということになってしまうんですね。ちなみにこのビルはですね、大連のランドマーク的な建物の一つ、つまりですね、このビルに住んでるってことはまあ相当なんていうかステータスだったと思われるんですけども、実は火災に非常に弱い建物だったということで、やはりですね、建築物って見た目だけで判断できないなと思った次第でございます。今回もう一つ建築物についてお話があるんですけども、それはですね、これもつい最近なんですけども、中国史上最大の爆破処理が行われたという話題でございます。こちらはですね、雲南省の昆明という町で行われた爆破処理でございます。これは未完成の建物なんですが、15棟が爆破処理された、中国史上最大の爆破処理だったそうです。中国にですね、建築途中で放棄されている建物というのはたくさんあるということで有名ですね。もちろんこの建物ってもその一つなんですけれども、元々はですね、とあるディベロッパーが開発を開始したんですが、資金が消費して途中で開発がストップしていたんです。ところがですね、別の会社が開発を引き継いでですね、一部をどうやら完成させて引き渡しも行っていた。ただしですね、資金不足でかなりの部分の工事がストップしたまま放置されているんですね。そして開発を受け継いだ2番目の会社っていうのも不動産事業から撤退するということで、再びどうなるかわからないという状況になってしまうんですよ。その後ですね、再びまた別の会社が引き継ぐというようなことが行われていたんですが、工事自体は再開されていないままですね、どんどん時間が経っていく。そしてまた現在別の会社が引き継いでいるわけなんですが、すでに10年以上前の企画で作られている建物で、もし完成したとしても借り手が現れない可能性が非常に高いと。しかもですね、安全性を確保するために補強工事を行うとなると採算が取れないと判断したんです。特に問題となっているのはですね、建物の地下部分なんですが、ここを見ますと水が溜まっています。実はこの建物の地下部分が浸水して8年も放置されていると、ずっと8年も水が溜まったままなんです。これはですね、建物の強度に大きな影響を与えているということで、建物を温存して工事を継続するよ
ふうに判断されたということで、爆破処理するということになったようですね。最近中国はですね、こういういわゆる廃墟みたいになってしまった建物を爆破処理したっていう話がですね、結構多く聞かれるようになりました。やっぱりですね、何年も放置しておくといろいろ問題が出てくるんでしょうね。マンションのデザインなどでは流行り廃るっていうものがあるらしくて、ずいぶん以前に開発が始まったところっていうのはですね、今さら完成させても高い値段では売れない、そのせいで採算が取れないというケースがかなりあるようです。ここを爆破処理した会社っていうのは、新たに開発をすれば利益を出せると考えているようなんですが、本当にそうなるかっていうのはですね、今の中国の情勢を考えるとかなり怪しいと言わざるを得ないですね。まあいずれにしてもですね、工事が完成してない廃墟のようなものがですね、大都市の真ん中にずっと存在するっていうのは、地元政府からすると大変が悪いということで、今後こういうものはですね、とりあえず処理されると、まあその後どうなるか分かりませんけど、とにかく何か作って、また壊してっていうことでお金が流れるんで、それで経済を回そうっていう困難もあると思います。そのことによってお金の流れは一応作られるんですけども、投資に対しての回収がないので、どんどん借金が膨らんでいくんですね。こういうやり方っていうのは、もうそろそろやばいって言われているのにもかかわらず、他の手段が見つからない。特に、まあ、地方政府はそうなんだろうと思いますので、結果これはどうなるか見ものだなと思っております。ということで今回